ちょっと何ですかこれ。帰ってきて。いやもうアベンジャーズやったじゃないですか。もうさながらカッコつけてくれいうことやちょっと我々なりのカッコイコールアベンジャーズ間違いないです。ありがとうございます。拠点下20名あのおるんですけれども、その中 の5人の精鋭たち、精鋭たちが自慢 の設定たち、素晴らしい、はい、特選隊の方から特選隊でございます。来てくださったんです。皆さんよろしくお願いします。じゃあちょっともう皆さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。コモエスタイムズ。それではね、自慢の施設長5名の方々に各施設の利用者様に向けたおすすめポイント、自慢ポイントや働く人に向けてのおすすめポイント、自慢ポイント伺っていきたいと思います。うちの施設はユニットケアを取り入れております。今僕たちが取り組んでいこうとしていることなんですけども、例えばゆっくり寝て、お昼からご飯食べて、1日2食でもいいよというような方がいれば、そういうふうなケアをしていければと思っております。入居者の方もそうですけども、家族様もこういう施設に入れればいいなというような思うような施設になれればと思っております。家族、自分も含めてですね、自分の施設に入れたらなと思うような施設になりたいと思っております。未経験の方でも、経験の方も、入職してから、まずマンツーマンでしっかりサポートしていきます。で、研修制度もしっかり整っておりますので、いろんな研修の中で、スキルアップしていただいて、介護福祉士を取っていただいてスキルアップしていただいてですね、介護の楽しさとかそういったところを実感してもらえたらなと思っております。色富の里奈良白神はですね、東大寺の近くに位置しておりまして、自然豊かな場所にあります。春夏秋冬、本当に季節感を感じていただいて、気持ちよく過ごしていただける、そこが一番大きなセールスポイントです。はい、入居施設ということで日勤、早出、遅出、夜勤というふうに交代制で勤務しております。職員もですね、連携して入居者のケアを行っておりますので、入居者様に寄り添ったケア、最後の看取りまでをですね、させていただくというふうなことがすごく、充実した施設ですので、皆様ライフスタイルに合わせた勤務の仕方というのをしていただけるかなというふうに思っております。まずどこの施設もですけども、施設がとても清潔で綺麗というのがまず一つ売りかなというふうに思っております。在宅生活されている時っていうと、デイサービスに通ったりとか、いろいろ在宅サービスの楽しみっていうのを受けながら生活されているところなんですが、入居された後もそういうデイサービスのような楽しさを感じていただけるような行事ごとっていうのが月にいくつかあったりとか、でデイサービスのような雰囲気を楽しんでいただけるような、レクを、日常的にあったりとか、そういったことの取り組みをやっております。はい、夜勤業務の軽減というところで、眠りスキャンというふうなパラマウントベッドの製品を入れさせていただいて、夜間巡視の機会を削減したりとか、おむつの見直しなどをしながら夜間のおむつの交換回数を減らしたりとか、そういうところで夜勤業務というところの負担を大幅に削減することに成功しております。でまたそれが入居者様の眠りの質にも向上させていけるというような取り組みになっておりまして、職員もモチベーションを高めながら取り組んでいっております。私はケアハウス楽寺園という施設の管理者とですね、デイサービスセンター楽寺園というデイサービスの管理者をしております。特にケアハウス楽寺園という施設はですね、60歳以上であればどなたでもご入居いただけるんですけれども、一人の生活に不安がある方でもですね、デイサービスであったりとか、あと訪問介護をご利用されて生活を支えていただけるということで、安心して生活できる施設でございます。そこが一番の売りかなと思っております。私の施設、特にデイサービスなんですけれども、10年以上の経験のあるパートさんが6人いますね。はい、
未経験から入られた方ばっかりなんですけども、働きながら介護福祉を取られて、生活も主婦しながら支えていただいているんですけども、本当に長いことを続けていただけているので、新しく入る方もですね、未経験に入られてもですね、そのベテランがしっかりと教えていただけるという環境があることが一番の売りかなと思っております。はい、山城ぬくもりの里で勤務しております。介護保険申請から入居施設までたくさん多様なサービス、福祉サービスがございますので、介護保険を初めて使用された方や看取りまで幅広く対応しておりますので、本当に、ご安心してサービスを使っていただける環境と思っております。はい、多様な業種がございますので、直接業務から間接業務まで、その方に合ったお仕事を提供できると思っております。何よりも個人的に感じますのは、将来性を不安に思った時に直接社長も面談していただいて、5年後10年後どうしたいというところを聞いていただいて、自分のやりたいこと、自己実現のためには何が必要かというところをしっかりとお話しいただいて、自分の将来に役立てるような環境が整っているところです。皆さん素晴らしい方々でしたね。どうもありがとうございました。本当に普段からちゃんと考えて動いてるから出た答えないのなって、たまもんやと思っております、はい、本当になんかこう自慢って言えるのがすごい伝わりました、はい、でもせっかくなんで、代表にもちょっと同じ質問を、ね、したいと思って、これ富士会として、全体として、まあ、利用者様に向けたおすすめポイント、自慢ポイントとかってどういったところだと思いますか、はい、私たちのテーマとしてはですね、シンプルに自分たちが入りたい施設作りをしましょう、まあ、こういうようなことをテーマにしています。例えば自分たちが高齢になってですね、どういうふうな生活を過ごしたいのか、こういうことをまあ常にまあこの20年挑戦をしてきた会社でありますので、まあ、職員たちもですね、本当にまあそのご入居者がご入居者らしく自分らしくありようというのはどういうことなのかということにフォーカスをしてですね、サービス提供を手前でもしてきてますので、当園にご入居いただけたらですね、まあ、ご自身のまあ満足度の高い生活をご提供できると自負しております。いい意味でこう在宅におる時と変わらない生活を続けるっていうのは、本当に看取りまでっていうお話も出てましたけど、そこを考える上で一番やっぱ大事なところというか、はい、まあ、その最後の最後、まあ、ご本人様家族様がですね、本当にこの施設に出会えてよかったと、そういうふうにおっしゃっていただけるようにということを私たちのゴールとしてですね、日々サービス提供させていただいています。もう素晴らしいと思います。本当になんかもうそれを各施設の方々もなんか意識されてるんだろうなっていうのも今日のインタビューで思いました。はい、ではじゃあ働く人に向けてのおすすめポイント、はい、自慢ポイントっていうのは、まあ、ご入居者や、まあ、ご利用者さんの自己実現の場でありたいというのは、まあ、職員に向けても同じ思いを持っています。楽事会という、まあ、施設を選んでもらえた従業員の方もですね、楽事会の中でですね、ご自身の人生が輝くような、まあ、そういう自己実現の場でありたい、まあ、そういうように思ってますので、先ほどの、まあ、施設長の中にもですね、もう新卒からうちに入りまして施設長になった方もいらっしゃいますし、全く違う業種からですね、まあ、40代ぐらいから入職をなさって管理者されている方もいらっしゃるし、でまた、まあ、シングルマザーで何も経験のないところから、まあ、家に入られて介護福祉になられて立派にですね、子育てをなさっておられる方もいらっしゃいますし、もういろんな方の生活シーンにですね対応していける勤務体系がありますので、まあ、そういうところでぜひ従業員の方々も自己実現の場としてですね、まあ、楽事会という会社をご利用いただけたらというふうに考えています。いやでも本当に今聞いた感じは、本当どんな方でもここで働いていけるような状況がやっぱりしっかり整えてるからこそ、選べる環境がある、はい、っていうのが結局は働く人からしたらね、一番この安心やし長く働ける理由、はい、本当にそういったところのことを含めてやっぱ自己実現ができるっていうのはすごくなんか納得いきました、ありがとうございます。楽事会っていう会社がどういう会社なんですかと聞かれたらどうお答えになりますか。手前どもはまずケアハウスという施設から始まりまして、まあ、ケアハウスは、まあ、介護状態でない方々が、まあ、お入りになられるんですが、要介護状態になるとですね対応ができなくなってくる、であればじゃあ自分たちで入居施設をしようということで有料老人ホームをし、また有料老人ホームをするとですね、まあ、様々な所得層の方が生まれて、特別養護老人ホームという様々な所得の方も入れる施設が必要である、またその施設を今度やりますと今度まあ看取りということに直面をしまして、まあ、なかなか違う病院さんとのまあ連携の中ではいい看取りがこう提供できなかった、であれば自分のところで医療法人をしよう、でまた世の中は今度まあ施設から在宅へという流れになってきた、じゃあ今度自分たちができることとしては在宅サービスに挑戦をしよう、その次はまた今度待機児童の問題が出てきたと、じゃあ私たちの中でこうできることとしては認定子どもに挑戦をしようと、まあ、こういうような形でですね、自分たちが今できることそして
として持ち得るもの、そして自分たちの地域が必要となっているものということに、自分たちが何ができるのかということを、まあ、追い求めてきた21年間でありました。この挑戦はですね、次の20年、まあ、同じような目線を持ちながらですね、やっていきたいというふうに思っています。ですので、楽事会とはどんな会社ですかと一言で、まあ、聞かれますと、まあ、愛を持って誠実に何事にも挑戦する会社であるというのが結論であります。いろんな壁が、ね、絶対出てくるじゃないですか、福祉の。それを解決するためにどんどんと新たなことをじゃあ作って解決していこう、じゃあまた新たな問題が、じゃあ次はこれをしていこうっていうの、どん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 こういろんなことできることを増やしていくっていうのは、経営っていう立場でもそうやし、福祉っていう観点から見ても、結局働き手にも対しても安心感も増えていくし、ね、ご入居者さんにも対してもそうですし、結局現場に直結するお話、なんか全てがこう本当に輪になってつながってるような、ありがとうございます、ね、感じがあるから、まとめていただいて、いやいや、もう本当にすごいそれをやっぱ感じますね。素晴らしいですね、本当に。なんかいかがだったっすか。楽樹会グループさんは利用者さん、従業員さん一人一人の個性を大事にされていて、さらに地域や社会の問題にもしっかり目を向けている、福祉の未来を明るくしてくれる会社さんだということがよくわかったっすね。 TikTok や YouTube もされているので、そちらもぜひチェックしてみてほしいっす。